あ、そこなっちゃうか。えとうでよかったのに。お、グッティいいね。やっぱ強いよな。やっぱグッティいいんよね。ここの位置マジでいいんじゃない？ここなら使いたい。っていう良さがあるのいいね、今回。あ、デコ素晴らしい。ほい。あ、小フラの安定感違うな。まあ、モドリッチとか好きならおすすめかな。今の環境でも全然モドリッチ使ってますっていう人なら超おすすめやけど、クライフとかリベリみたいなゴリゴリドリブルできる人の方が好きですっていう感じなら悲観でもいいかなっていう気はするな。どれ？ウル。いや、いいね、やっぱ無印ペドリー。あ、もったいね。クロス上げてよかった。抜け出すね。ほな、やめとこ。うわ、ペドリー、えぐ。なかなかえぐいな。無印 OMF やったらやっぱ、全然ちゃうな。めっちゃ使いたなるわ、もう。めちゃくちゃいい動きするやん。この試合中は。あ、ペドリベンチや。いや、いい動きすんね、やっぱ。タッチ細か。やっぱシャビとかも強いんよな。じゃ、しばらくこういう系使おうかな。クライフ、リベリ一旦やめて。パス上手くて、AI の動き良くて、スピードはそこそこ系。めっちゃ遅いってわけでもないしな。なんなんやろな、ちょっとむずいな、評価が。強いんすけど。強いんすけど。なんなんやろな。まあ、ぶっ壊れてはないな、確かに。まずそこ。やっぱ結局、まあ、人によるとは思うけどな、パスめっちゃ大事にする人なら、全員、ありやと思うけど。OMF にも今はもうドリブル求めますとか、爆速ゴリゴリドリブル求めますって人なら、やっぱリベリとかカカとかな、そっち系の方が強いやろうし。似たようなのは多いようで、ここまで能力揃ってる選手はおらんちゃおらんのよ。まあモドリッチとかもさ、もうちょっとまあ足遅かったりするやん。なんか、おるようでおらんねんけど。まあ、でもなんか会話聞きそうな感じはするよな。なんか今までデコとかシャビ、足元あったけど、足遅いみたいな。そんな感じやったよな。まあ、なんかスナイデルを、なんか無印で使えるようになった感じではあるんかな。スナイデルちゃんめやん。パスめっちゃうまいよな、さっきから。だから無印で、まあ、ちょっとだけ足遅くてもいいから、85ぐらいでいいから、パスとか、ドリブル。ん、パスかな。スピード、ドリブル、まあそこそこでいいから、そこそこって言ってもめっちゃ高いけど、とりあえず超パスうまい人ちょっと欲しいなっていう感じなら、まあグティも強いし。結構いいガチャではあるかなと。てか全員当たりではあるな。全員使える。だ全員使えるガチャって珍しいない。多分ブースターで初やろ。そこが今回のな、評価を難しくさせてるんよな。全員マジで使えるんよね。あ、でこい。こういうとこのさ、細かさはあるんやけどさ。いや別にドリブルもできんことはないんやけどな。ただただ爆速ドリが、ちょっとむずいってだけで。マジパスずれんな。マジでずれんな。あー、やらかした。うわっ。
いや、いいね。いや、ペドリいいね。うわ、いいね。やっぱ逆足頻度制度最高最高はドリブルも良くなるんよね。こっち運ぶ？いや、マジ取られへんな。今のとこもキープできるのすごいな。結果的には取られたけど。ドン。うっ！最強！ないぼ。いやー、惜しい。さっきからちょっとムバッペのパスが、デコとかシャビとか使いすぎてるせいで、ムバッペのパス微妙に思えてきた。ナイス！ディオレンツォ CB 悪くないで。こういうパスとかもな、ずれんのよね。いや、最悪。いやー、素晴らしい！素晴らしい！